はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。出ました、マウンテンライトバカということでね、こちら紹介していくんですけども、お前はマウンテンライトばっかり買ってるやないかと、今まで何着買ってるんやって言われてもね、ギクなんですけども、まあ、今回紹介するのはちょっと新色なんですよ。2021年の秋冬新色。またそんなことばっかり言ってんのかと、お前新色ばっかり新色言って喜んで買ってるけども、ちょっと待ってくださいよと、それだけじゃないんですよと。このいつもノースフェイスやったら黒とね、派手な色、例えば黒と赤とか黒と青とか黒と黄色、この2パターンをよく見ますが、今回はですね、なんかブルーなんですよ。おい、待て、なんかちょっとノースフェイスらしくないぞと。なんか画像では見てたけども、実際色味見るとなんか若干違うよねなんていうことでね、それならポチるしかないしということで、こちらポチらせていただいたんですけども、まあ例えばね、ピンとこわへん方やったらね、こういう感じでノースフェイスとこの黒とはっきりした色っていう感じじゃないですか。あ、確かに言われてみれば、なんかこうやって見て、まあマウンテンライトって、あ、わかる、見たことある。これがマウンテンライト？これ宇宙服ですか？何の服ですかと。なんかどっかのアイスホッケーチームのユニフォームですかみたいなカラーリングなんですけどもね。まあいろいろね、見ていこうということで、本日の流れとしてはですね、まず外観見ていきましょうと。で、まあどんな色味とかね、ちょっとアップにしていって見ていって、ほんでその次に、まあ特徴ですよね。で、今回の特徴に関しては僕が思う特徴ではなくて、よくレビューで見る特徴、皆さんはこう思ってるんやなと、マウンテンライトに対してこう思ってはる方が多いな、ふむ、なるほどね、なんていうところで見ていきたいなと思いますし、新色をね、これを実際着用僕がしてみて、あれちょっとどうですかとか、あ、めっちゃいいですよね、なんていう感想を言って、次にデメリット、おすすめの人、サイズ感というか、まあここはね、いつも通りの僕が思うところなんですけど、特徴に関しては今回レビューからちょっと引っ張ってきたっていうことなんで、まあ、よりね、多くの人の声を、今回動画にさせていただこうということで、ノースフェイスの方のね、レビューからちょっと引っ張っていただきさせていただきましたということです。では外観見ていきましょう。はい、今見てもらってると思いますが、この映像通りですわ。ほとんど実物の色味も、だから思ってるよりもここの青が濃いんですよね。ネイビーぐらいかなと思ったら、あ、しっかり青ですね、なんていう感じの色味ですわ。で、まあここはね、薄いストームブルーというんかな、まあ、スカイブルーというんかな、シーブルーというんかな、水色というんかな、なんか分からんけど、そんな色味ですわ。これ実際の色見ときましょうか。モントレーブルーとストーンブルー、やっぱり合っとるやないかいと。たまたまでしたわ。今適当に言うと合ってました。ストーンブルーでした、この色味ね。ほんで、仕様としては変わってません。ここにドローコードあって、まあ、フードをね、ギューってこう締めていく感じでしょ。で、ポケットが両サイドにありますよね、なんていうことで、こんな感じで開けて、裏側の生地には、実はよーく見たら、ノースフェイスっていうロゴが入ってたような気がするけど、ここにも入ってないのか？入ってますよね。こんな感じで、ノースフェイスって、裏生地にね、プリントがされてたりしてますし、これはもう両方ともですわ。右も左もあんま変わらず。してますよね。まあこの辺はね、マウンテンライトの仕様なんか僕今散々紹介してるから、まあこんな表だっていうことじゃないんやけども、フラップがあってジップがこうピューとあると。で、中っかはいつも通りこうメッシュがあってね、ノースフェイスのロゴがあるよねなんて言って、これがサイズが L サイズか、 L サイズで購入してますね。これで次裏行きましょう。裏っかはまあこんな感じです。まあ派手やな、これもやっぱり結構。実はね、ここがね、黒バージョンだから、青じゃなくて黒バージョンのストームブルーって何年か前出てるんですよ。だからその色味をね、使ってるんやと思いますけど、まあこんな感じですわ。はい、幼稚園児のカッパみたいな色味してますけどね。はい、ではね、皆さんのお声をちょっと拾っていこうということで、僕の紹介のレビューはね、もう今まで散々したことある。もうマウンテンライトのレビューなんか何万回もしてるから、もうそれちょっと見てくださいと。まあ何回も言い過ぎね、2、3回しかしないけど、もうしたからもうええでしょと。毎回同じ話するのもね、もう疲れてきたから、もうそうやったらどっかが引っ張っていこうと思って、ね、引っ張ってきました。まず一つ目で、レビューであったのが、程よい薄さでゴワゴワしない、ふむふむ、なるほどね、ということで、生地がね、思ってるよりそんな分厚くないんですよね。だから、こう着用して、こう動いたりとかするじゃないですか。まあこれはね、今年の春夏モデルですよ。こっち秋冬モデルですけど、まあこれ同じなんですけど、まあパッと聞いても、あ、確かにゴツゴツしないなと。こう、よくマウンテンパーカーのイメージでね、こう来たらね、なんかゴワゴワしてて動きづらいとか、こう山登りみたいな感じやから、歩くたびにシャカシャカうるさいんちゃいますかと。それやったら私来ませんでっていう感じだと思うんですけど、これに関しては、あ、やわ柔らかいねと、動きやすいし、程よい生地感やから、こう着心地的にもね、着てて疲れるとかガシガシしてる感じじゃないから、あ、そういうとこいいんじゃないのっていうレビューがあった。なるほどねと、確かにその通りですよね、なんていうことがまず一つね。で、次二つ目っていうのが、ゴアテックスはタウンユースでいらないというコメントがあったんですね。これはあんまいいレビューじゃないなと、あかんレビュー言ってるやないかって感じなんですけど、どうせやったらね、このチャンネルでご紹介しておこうということで、確かに人によってはゴアテックスはね、タウンユースで全然いりませんよと、街中でゴアなんかもったいないですわっていう方もい
いらっしゃるんですけどね、僕個人的には街中こそゴアでしょというふうに思うんですね。それはなんでなのというと、山とかね、それは過酷なアウトドアの環境ってもう正直ね、やっぱり使ってたらボロボロなってくるし、もうすぐ破れたりとかね、汚れたりとかするわけじゃないですか。ほんな買い替えもやっぱ早いんですね、アウトドアの方っていうのは。だけど街中の服ってね、これ普通にマウンテンライト着ててね、ボロボロになることって多分 1,2 年ではないんですよね。もっと長い期間着てたらまあボロボロになる可能性あるんですけども、今のところね、こういうのってゴアテックスじゃないともう5年も10年も着れないんですよ。で、各社出してるね、ノースフェイスとかね、パタゴニアとかね、いろんな会社が出してる防災生地あるんですけど、結局それもね、劣化するんですよね。って考えたらね、確かに1万円ぐらいこれより安いやつがある。あ、似たような感じでいいやないかと、ゴアテックスはちょっとダウンユースにはオーバースペックやわとか言って、ちょっと安い方を買うじゃないですか。ほんなこれ劣化しよるんですよね。だから長く着れないんですよ。まあそれでもね、登山とかしてはる方とかやったら、まあ、先も言ったようにボロボロになるから、2、3年でも買い替えるっていうスパンが来ると思うんですけど、街中でそんなボロボロなるぐらい、電車の中でサバイバルしてるわけでもないし、街中で交差点で匍匐前進してるわけでもないし、どこでボロボロなんねやろなと思ったら、僕は個人的に街中こそゴアテックスやと思ってるんですよ。まあそれはね、声を大にして言いたい。だからこのレビューに対して真っ向から批判してるんですけども、まあこんな意見もありましたよってご紹介ね。で、その次がとにかく長く着れますと。じゃあいつぐらい着れるのというと、秋、冬、春とこの3シーズン着れます。だから夏以外全部着れるんですよなんていうレビューがあってね、まあそれはおっしゃる通り、確かにその通りですよねと。一番最初のレビューにもあったみたいに、生地感が程よく薄いんですよ。だから激薄やったらちょっと夏場にしましょうよと。だけど程よく薄いから、まあ春夏じゃなくて秋冬春と3シーズン着れます。冬場に関してはじゃあ中インナーにダウン入れましょうかとかね、あフリース着ちゃいましょうかなんていう方が感じでできて、もちろん春と秋は着れるじゃないですか。ただこれね、問題なんが、春のアイテムと秋のアイテムって一緒にできるものはあればできひんものもあるじゃないですか。何っていうと、フリースなんかっていうのはね、一緒にできない。なんでかっていうと、秋口はねやっぱあったかい感じでいいんやけども、春先にフリース着てたらあいつ季節感ないぞと、わけわからん服装してるぞと言われるんですけど、こういったマウンテンライトに関しては別に春着てようが秋着てようがあんまり季節感出ないんですよね。あ、ラッキー、これ一着でいけるやないかいということで、まさにその通りですよねということが、3つ目のレビューですよね。これ、その次のレビューとしてあったのがね、着丈が長くて助かってますということで、意外とこれ着丈長いんですよね。僕今おへそこの辺なんですよ。だからだいぶね、結構長くて、こうかがんだりしてももちろん背中が見えることないし、まあ自転車もそうですよね。でそれこそこうかがむ姿勢、キャンプでアウトドアしてるなんていう時もここは大丈夫やし、こう動いたりとかする時にね、そういう心配がないっていうのがこれ良かったですって声あって、あ、確かにその通りですね、おっしゃる通りですよねなんていうことがあったんでね、まあこの辺をね取り上げさせていただきました。だから皆さんのねお声というのは、別にゴアテックスがどうのとかね、何重デニールがどうのとか、そんなこと一切書いてないけど、まあ、街にこう特化するとね、こういうことですよって書いてて、あ、確かにおっしゃる通りですよねなんて言ってるんですが、次は新色ね、どうですかと、一回着てみてくださいと、それ見てから俺判断するわと、ちょっと画像で見とってスクロールして見てて、人と違う感じでええなとか、ノースフェイスで初めてやるからええなと思ったから、ちょっと着てみようかなと思ってんけど、ちょっと怖いからタクゾー一回着てみてと、お前が合うんやったら俺買ってみようかなと思ってるっていう方もいらっしゃるかもしれないんでね、ちょっと一回着ていきましょうかということで着ますね。まあね、この時点ではっきり言いますよ、めちゃくちゃ難しいですよ。っていうのもね、これ結構人選ぶと思います。全員が全員着れるわけじゃなくて、ボクチンとかはねあんま着れない感じなんでね、まあ僕はあんま参考にはせんといてほしいんですけど、なんかねスキーのウェアというかね、まあ栄養に言うたらスキーのウェアですわ。で悪いように言ったらね、なんか冬場の警備員かなと。すいません、警備員の方が見てたら嫌な思いしますよね。仕事着みたいな感じっていうかね、僕が来たらね、なんかプライベートがないねみたいな感じやったりすると思うので、これでも人によっては似合うと思うんですよね。かっこいい人がパッて来てはったりしたら、おめちゃくちゃかっこいいなと、俺もあれ真似して買ってみようかなと思うんやけども、大体そういう時やけどするんで気をつけてくださいねなんて言って、まあ、パンツはねやっぱりこう黒パンとかになってくるんかなと思います。っていうのも、チノパンもちょっと難しそうやし、デニムもどうちょっと難しいんかななんて思ったりするし、まあデニムはいけるんかなはあれですけど、まあどっちにしても暗めのパンツとかの方がね合わせやすくはなってくるとは思うんですけど、まあこれが、切り返しの、初色というか、実はこれ海外でもあるんですよね。アメリカでも今年この色出てたりとかしてるんで、もしかしたらその冒険的にノースフェイスが出してるんかもしれんけども、これ着こなせる人いてるんですかと。着こなせる人いてたらその人真似して買っちゃおうかななんて思ったりするんですけどね。まあそんなジャケットになってますわ。まあ夜自転車乗る時とかいいかもしれないですね。目立つからね。目立つかな、目立たんかな、あれですけど。はい、ということで次はねデメリットいきたいなと思います。じゃあデメリットは何ですかと。このジャケットのデメリットって何ですかって言うと、ほぼほぼ僕ないと思ってるんですよね。これ
これ悪いとこありますかと。でレビュー見ててもね、やっぱりないんですよ。ほぼほぼ悪いこと言ってることはなくて、それはさっき言ったようにね、ゴアクテックスはタウンユースにはいらないぐらいのことはあったとしてもね、他そんな大したレビューなくて悪いことないなって感じなんですけど、まあ僕がよく言ってるね、もう1万5000円かプラスして出したらマウンテンジャケットっていうのがあったりするので、その上位モデルなんですよね。これのもう一個ハイスペックモデルなんですけど、まあ、そことの差っていうのがめちゃくちゃあるなと思ったりするんで、何も知らずにね、マウンテンライトいいやと思って買っちゃってね、蓋開けてみたらね、いやもう一個上あるんかいと。しかももう一個上に関しては1万5000円上乗せしたら買えるんかいと思ったりしたらね、まあ、これ人によったら1万5000円もヨーダさんっていう人もいてればね、1万5000円ぐらいでちょっともう先言っといてよっていう方もいらっしゃるんでね、まあ、この辺デメリットっていうか分からんけどもね、まあ、結構1万5000円の差にしては価格よりも性能にちょっと差が出てるなっていうのがね、上位モデルであったりするので、まあ、この辺が、まあ、デメリットというか、まあ、ちょっと注意事項かなと思います。で次ね、おすすめの人、どんな人おすすめなんて言ったら、これ別におすすめは全人類なんですよね。もう街中で着る分にもさっき言ったんですけど、着てくださいねと。もう全然いけますよって感じだし、まあ、これちょっと派手やからね、あれかもしれんけども、ブラック一色とかにしとったら、ほんまにちょっとしたなんかジャケパンぐらいの上にパッて羽織るとかもね、今もうアウトドアスタイルがこう一般的やからね、全然変じゃないし、それこそもちろん私服でいけると。まあ、次自転車でもいけると。アウトドアでもいけると。バイクでもいけると。で、船とか釣りの時もいけると。これあかん時ないやないかと。いつあかんねんっていうと、まあ、唯一あかんとしたらデートぐらいかな。やっぱデートの時にちょっとマウンテンパーカー着ていったりしたら女子嫌がる人多かったりするし、いえ、うちの奥さん、うちの彼女アウトドア好きなんよっていう方もね、やっぱりちょっとこう、たまには小綺麗な格好しようと、いつもなんかアウトドアスタイルばっか嫌やねんっていうね、奥さんも言ってくるじゃないですか。たまにやっていいよって言うんですけどね、いつもいつもあんたそのジャケット着て帽子かぶって、そのデニム履いて、その汚い靴履いてみたいなことって、もう大体の定番のね、決まり文句であるんでね、それぐらいちゃいますわ、あかん時って。だからもうね、ほとんどの人に使えるから、まあ、一着持っとったらコスパもいいですしね。はっきり言ってこの性能ね、4万円ぐらいで買えるって考えたら、僕個人的にめちゃくちゃコスパいいと思うんですよ。変にね、3万円ぐらいでね、劣化するようなジャケット買おうがね、うわ、もったいないなと思うんやけど、4万円やったらね、これ裏生地もついてるし、劣化もせえへんし、修理もできるしって考えたら、これめっちゃコスパええのになって思ったりはするんですが、まあそのね、金銭的な感覚って人によって違うから、あまり押し付けはできないんですけども、そんなことになってます。で、最後ね、サイズ感いきたいんですけど、サイズ感に関してはね、僕、M、L、XL、3展開着てる動画っていうのも作っております。なので、もうここでは着ません。もうサイズ動画ばっかり作ってたらね、大変で疲れますのでね、サイズ動画は、ちゃんとインナーをフリースにしてみたり、ロンティーにしてみたり、ダウンジャケットにしてみたりして、3展開のサイズを着てる様子がありますので、まあ、それ見ていただいてね、あ、これかな、かなって思ってもらったらいいと思うんですけども、その時にも言ってるんですけどね、僕やっぱ L やと思います。L サイズが適正。今着てるのもね、L なんですけど、今着てるみたいに T シャツの上からでも着れるし、まあ、春先ですよね。で、秋口とかになったら、ロンティー、フリースももちろん中に着れるし、冬場やったらダウンジャケットも全然中に着れたりするんで、 XL はねちょっと大きかった、着丈が長い分ねドカーンとなっちゃうのでね、まあその辺見てもらえばいいかなと思うんですが、まあ本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットを紹介してみたという動画になってます。新色のやつねということで、本日また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。